せーの、ジェイチおかしいおかしい、ね、皆さんこんにちは、ゲンです。キッコです。はい、ということで本日もやってまいりました J チーム。お店言ってください。スロットアッカーです。そうですよそうですよ、そうなんですよ。何笑ったのお前何がおかしいね。いや、このポーズおかしかった、このポーズ、うんうん、そろそろニューバージョンをやろうと。そうじゃな、あのディレクターさんが言った進撃の巨人をイメージした動画っていうことを、うん、見たことないけどね、うんうん、ということで、まあ、とりあえずということで、今スロットアクアさん、これ2回目ですよ、うん、同じコンビでね、前来ましたよね、うん、見てくれましたよ皆さんね、あの僕が伝説を声でけ、伝説を築き上げた声でけ、あのお店さんですよね、8000枚で来ましたね。今回は万枚をね目指していきたいと思うんですけども、うん、まあでも2人でやりましょうか。そうですね、2人で万枚、私目指せ2000枚。2000枚低いな、志低いなそうやね、2000枚。僕はまあ全、うん、じゃあ俺8000枚出さなかった、うん、いけるよ無理やろ多分大丈夫やろ、そんなうまいこといけないまあまあでもね、今日も、うん、僕の大好きな騎士がいろいろ入ってるみたいなんで頑張っていこうと思います。笑いすぎる、声でかいな今日、声でかいオープニングやから声張るねんお前。そうか、そうか、よかったよかったていうか今日なんかおかしいですね言わんといて。なんかおかしいですね。いやよ、なんか妖怪のような人がいます、ね、座敷わらしちゃうぞどうですか、なんか黒く染めたみたいな黒く染めた、多分悪いことしたと思うんですか反省したで、僕は逆に真っ黒いって言うんだ、ね、もう黒い、とりあえず黒い。そう、これ言わなあかんな。一応抽選受けてきましたよ、はい、13、座敷わらしが13番で、ちょっとはい、真っ黒クロスケが22番ってことなんで、まあなんかいろいろ選べると思うんで、うん、はい、とりあえず今回は2人で万枚目指して頑張っていこうと思います、うん、はい、頑張ります、頑張ります。じゃあ行こうすぐな、はい、せーの、じゃあ行き、早い、早い。ワゴンさん見すぎとって、あの聞いてなかった全然さあどこ行こうかな、やっぱ上げ狙いしようかなと。お会計ますか、はい、入場してきました、確保した台はこちら、会いたかった AKB48、 こちらの方で実践していこうと思います。緑ドンが寝台で大量導入されとって、純寝台になるんで、まだちょっと空き台があるということで、もしかしたらカニ歩けるかなというところなんで、とりあえず打っていきます。とりあえず選んだ台は上げ狙いですね。生産しました、前日前々日出てないであろうという台で、一応危ね、ジャック、あ、500数えてから、一応ジャックチャンス目とジャックスイカとジャックチェリーに、段階的に設定差があるということで、通常時とボーナス中はこちらをカウントしていきます。設定1で、40.2分の1ぐらいで、設定6で 36.55 分の1ぐらいで、ボーナス中もカウントできるんで、まあ2000ゲームぐらい回すのは結構、まあ、簡単に集めれるんで、サンプルがとりあえず128ゲームというか朝1回となかったみたいなんで、もしかしたらこのよくある前兆のところで今前兆が始まらなかったんで、据え置きの可能性も出てきたんで、となるとこのデータではちょっとまあ低設定の方が可能性高いと思うんで、まあもちろんもうすぐ当たる可能性もあるんですけど、ゲーム数がずれたらだいぶリセットかかってるっぽいですね。当たってる人がかなり、もうすでに5台、12台中5台当たってます朝1。
今赤文字でしたね。え、こっちだ。しかも今どっちも上陸シンパシー公園 の画像が、まあ、ポスターが貼られてました。こっち選んだチャンスなんですけど、こっちだ。あ、頑張った。間に合ってる。意外と来た。意外と来ました。これはおそらく降格中の強チャンス目から入ったんやと思います。はい、とりあえず良かった。まあオスメンチャンス、もちろん設定差ありますんで、高設定ほど融合されてるんで、まあいいことですね。おー、来た。これですよ、これが噂の設定差と特大の赤背景。ここで、共通ベルが成立してるんですけども、強ベルと弱ベルがあって、共通強ベルと共通弱ベルがあって、共通強ベルの、ボーナス当選率に結構設定差があるんですよ。で、それを見抜くためにはこの48図柄、2連の48図柄を上中段に見倒ししないといけないんですよね。いきますよ。多分決まったと思います。どうかわからないけど、これで当たるかどうかで僕の運命が分かれます。いきますよ。56やったら 75% で当たる。ダメですか。で、まだ延長される可能性ありますよ。ああ、このムービーが流れたら結構暑いですよ。暑いというかね、来ますよ。はい、どこをしてんねんって感じだけど、まあ一応強水、強チャンス目 A ですね。弱い方。おっと、来たか。これは暑い暑い。押し目カモン。まあ、押し目か、相性グッドのやつが出てくればチャンスアップなんで、一応相性グッド。押し目でさらに相性グッドやったら、結構だいぶ熱いですよ。お、来ました来ました。2回目の強チャンス目から、こちら出会い引いたら、ゲーム数延長のチャンス。追加か。あった、来た。やりました、やりました。ご指摘ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。このシーンがいいんですよ、このシーンが。ありがとうございます、ありがとうございます。今回のスロー AKB ってほんまこういう風に当たったりとか、あと、まあ、上乗せした時にこの流れる推しメンのこの声とリアクション、これが最高なんですよ。これです。ありがとうございます。よし、ただとりあえずこれでどこのできればゲーム数解除がしたかったんですけどね、設定変更とかその辺を見るためには興味あるかな、どうなんやろなっていうところがあるけど、よいしょ、279ゲーム、まあこの台では大体200ゲームぐらい回した感じですね。で、投資が全部で9000円です。ありがとうございます。また今回の総選挙 で一応ボーナス中と ART 中は、まあ右から押すと1万役が取れる可能性があるんで、押します。これですね、赤皿を上中段に押してこうバーが止まった場合は、バーを上段ぐらい狙います。あ、ダメですね。共通ベル。ありがとうございます。
てバーがテンパった場合は、48だからの2コマ上のベルを、ここに狙って、バーベルバーで1枚役弱チャンス目が取れます。また今回の総選挙でセンターで使いたいなと思っています。あ、間違えた。せっかく取れるとこやったのに今せっかく今強チャンス目取れるとこやったのにミスった。多分当たってるやろ。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ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 期待度約 55% ですから、しかも強チャンス目いったんで、はい、とりあえず A8 ゲットです。はい、ありがとうございます。おはようございます。残念、今なら本田信大のハイスクールオブザデッド打ちたかったけど残念ながら満台なので、その後ろのどんちゃん打つけど、会えたら移動しようかな。ここで解析言い出したらかっこいいのにな。ゲンさんだってもう喋りよるで、絶対大丈夫な。目押しできないんちゃうの。大丈夫、目押し大丈夫、できる。どんちゃん見える。どんちゃんとビリーは違うんやで。見える。大丈夫、あの大丈夫って言ったらダメなんすよ。見える。え、見える。いける？見える。見える。あ、頑張って。合わせまーまー。頑張って。なんやこれ。これ何だっけ？スケボー。なんで今日そんなテンション高いの？バチロワを寝るんやからそれはもうテンション高いよ。そうですか。頑張って。メタル。めっちゃテンション高い。何？めっちゃテンション高くない？なんじゃ。これは困ったやつやな。あかなな。もうダメ。でな。で、今当たったじゃろ、タイミング。当てない。ママママ。ちょっと、帰ってきてよ、マジで。11時前だぜ。ちょっと、怖いよ。やろう。あれれ、うわー、もう一個、もうあ、これは頑張らないといけないところだ。強い山じゃな。お願いしますよ、そろそろ私に任せな。ほら男を見せてみな。暗黙狩りなドンちゃん。もうこれが熱いかどうかもよくわからん。いや油断したいけん。当たらんかもしらんけんな。ドンしてもいい？なんじゃそれ。カメラマンの人もがっかりだわ。あ、
お店バー作るから。このままだったら全身も映らんもんな。やりし頑張るぞ。これこそがそいかチャンスなのか。チャンス目か。でさあれ、ミスった。うわっ、富士見学園文化祭シャクラガリさん、見てて、あれを倒しますよ。頑張れ。あー外した。いけたと思ったのね。炎です。炎パターン。これは熱い。